この動画はオンラインプログラミングスクールのテックアカデミーの提供でお送りします。どうも、瀬戸です。今日はですね、ちょっと私事なんですけども、まあ、報告があって動画を撮っております。と言いますのもですね、まあ、私今株式会社リグという会社に所属しておりまして、そちらのですね、まあ、フィリピン支社の、まあ一時期は代表をやってたんですけど、今 VPOE っていうですね、バイスプレジェントエンジニアリング、まあ要は CDO みたいな感じのね、役職なんですけども、この度この会社を辞めることになりまして、 ちょっと違うな。あの、皆さんにご報告があります。この度、株式会社リーグを退職することになりました。ちょっと硬いな。いや、あのあ、あの、あの、いや、やめることになったんですよ。ねえ。ねえ、ほに。 はい。ということでね、結局あのー、まあ、何が言いたいかというと、株式会社リグ今、所属してるんですけど、これを退職することになりました。で、今、私ね、有給消化中なんですけども、なので一応席まだ残っていてね、ちょろっと出社してるんですけど、5月末で完全にデリートされます。 9年行ったんですよ、僕。長いですよね。ウェブ業界で、だいたいみんななんかね、2、3年でこう辞めるとかっていう人が多いと思うんですけど、9年ですからね、相当長いと思います。で、ま、あそのね、辞めますって報告の動画なんですけども、なんで辞めるかなんですけども、本当これは嘘偽りなく、リグが嫌いになったとか、そういうことではなくて、やりきったなっていうね、まあ、そういう気持ちです。これね、実は結構前から考えてて、少なくとも1年半前にすでにですね、どうしようかな、今後っていうふうに思ってたんですね。 っていうのも、リグでこう、最初はね、ウェブエンジニアから始まって、フィリピン支社を立ち上げてってなったんですけど、そのフィリピン支社立ち上げですね、周りの人の助けだったり、上司の助けだったり、まあ役員さんの理解があったりとか、あとはね、やっぱほんとフィリピンのチームに恵まれて、最初いろいろあったものの、すごく今いい感じに成長して、多分今、リグという会社の中で売り上げ一番稼いでる部署なんですけど、それぐらいですね、まあ業績も良くて、チームも良くて、で、すごくいけてるものを作っていて、で、リグフィリピンのね、会社理念が、 ベストテクノロジーティームイン,フィ,リピン、ね、フィリピンで最高のテックチームになろうぜっていうそういうビジョンなんですけど一番かどうかってまあ客観的にはわかんないんですけど多分ね僕結構もういい線いってんなって思ってるんですよこんなこと言うとね、えー、フィリピンの他のイけてるテクノロジー企業においなんだこの野郎って言われるかもしれないんですけどそれぐらいほんといいチームになったなって ってていう自負がありましてで、今もう、僕がね、立ち上げた時は、周りに大人がいなくてですね、頼りないチームだったんですけど、今もういろんな、それこそ、有名な会社で、結果を残している方が、こう、中途で入ってきてくれたりとか、フィリピンのチームも、最初、平社員からみんなスタートしたんですけど、まあ当然、フィリピン人のメンバーも、今育ってきて、リーダーとか、リードエンジニアになるようなメンバーとかも、ポコポコ出てきていて。 で、これ、僕がいなくても勝手にすごく結果を出せるチームになってきたなっていうのがあって、なので僕が少なくとも1日8時間フルコミットでね、こういなくていいなっていう状態になってきたので、じゃあ次何しようかなって新しいことしたいなっていうのはやめようかなっていうきっかけですね。まぁ、リグに残った新しい事業をやるとかって言ってもあったんですけど、ただ、うん、なんかいろいろもやったので、もうどうせだったらもう全然違うところに行った方が、ずっと同じ会社でまた01で新しいことやるっつっても、同じ会社の下 でこうやってるのもなんかちょっと微妙なんでもうそれだったら組織を変えようかなと思いましてそれで辞めようかなって思ったのが1年半前ぐらいですかねいや辞めて何にすんのって話なんですけども一応ですね独立して法人立ててます有給消化中なんでまだ在籍してるんですけどもう法人も立てて独立してお仕事ももう入ってるんですね今週7ぐらいで働いてるんですけど新しい仕事始めてますでこれが今 web の開発ですね普通に自分でもうあのスタートアップの会社さん何社かとお付き合いあるんですけどそちらで開発の 仕事をですねスタートアップなんでエンジニア他に全然いないんで、僕は全部考えたりとか、手を動かさせてもらうっていうね、まあ、全部やらせてもらってるんですけど、そういったところの開発だったりとか、あとはまあ YouTube のコンサルとか、マーケティングの支援ですね、そういったところを手伝わせてもらうっていう仕事もちょこちょこやって、それからまたこの YouTube ですね、収益いただいてるんで、YouTube のスポンサーさんもね、キラメックさんとかやっていただいてるんですけど、そういうところの PR のお金もいただいてなんとかご飯をかけてるというような状況でございますと。なんでそんな感じでね、しばらくは行こうと思います。人 業をスケールさせていこうっていうのは今のところ考えててないいんですよねっていうのも、前のね、ちょっと別の動画で話したんですけど、僕9月に大学院スタートして、そっからもうかなり勉強しなきゃいけないので、っていうと、やっぱりある程度仕事量をコントロールできる状態にしたいということと、人を雇っちゃうとね、どんくらい大変なのかっていうのは、もう自分で身をもって知ってるので、まあ、ちょっと、しばらくは一人でいいかなと思ってます。で、本当だったら、まあ、転職しようかなと思ったんですよ。っていうのも、他のところで働いてみたいじゃないですか。リーグ2社目なんですよ。リーグ行く前は、別の会社でちっちゃい政策、 いたんですけど4社購入したらゼロみたいなもんなんでそのリグが1社目っていうことでちょっと別の組織それこそなんか全然違うねキラキラしてる大企業とか外資系とかそ、ね、うういところに行きたいなと思ってそれも考えたんですよで実際そういうねまあいいお誘いとかもいろいろあったんですけどまあ、ちょっとタイミングが合わなかったりちょっと違うかなとか一人でやってみたいなっていうのもあって結局ですねまあ、独立してやることになりましたあとはまあこれマジなんですけどリグよりいい会社ってあんまないんですよね <laughs> 本当にね、いい会社だなと思いました。なんで本当に、転職活動もね、そんなしてないんですよ。数社ちょろっと受けただけなんですけど、こっちの方が面白いことできるかなと思って、独立するってことになりました。ということでね、YouTube はあの、やめるつもりないので、今後も引き続きね、発信をしていくつもりなんですけども、今後は VPO e って今まで偉そうなマウントを取っておりましたけども、もっと VPO になります。もう一個、大事なこと忘れてました。これ普段の視聴いただいている皆さんにも、本当にこれはマジで感謝しております。嫌いこと抜きに。やっぱりこの YouTube で発信を してですねこれだけのフォロワーさんがいるっていう本当にね僕全然1万ぐらいいったらいいなーぐらいのことを考えてたんですけど始めた当初ですね YouTube 今これね6、7万人ぐらいの方には見ていただけてるということでここまで行くの本当びっくりなんですけどこれがかなり勇気をもらえてます やっぱり新しいことをやろうとか、もうリグっていうね、まあずっと一社でこうやってましたけど、これやめても僕のことを見てくれてる方がこんだけいるってことは、まあ最悪ガシはしねえだろうなっていうね。<laughs> はい。精神安定剤になっております。なので、今後とも引き続き見守っていただけると嬉しいです。今後もですね、ちょっとやっぱり有益なコンテンツを発信していきたいと思ってまして、WebIT はそうなんですけど、まあコラボ動画とかもね、今いろいろいくつかと話してるんですけど、コラボさせてもらったりですとか、あとはプログラミング講座の方とか、 ですねまあ、講座系のものも今後も発信していきたいと思ってますのでぜひぜひ今後ともよろしくお願いいたします。はいというわけで以上そんな感じの動画でした次の動画でまた会いましょうバイバイこの動画はオンラインプログラミングスクールのテックアカデミーの提供でお送りしました。